こんにちは、神崎です。ですね、インプラントで、ね、金属アレルギー出ますかって。難しいね、これはね。金属アレルギーは 100% ないとは言えません。金属ですから。で、どんなものでもアレルギーは 100% ないとは言えないんですよ。世の中にある物質。だけども、チタンっていう、ちょっとね、人間の骨と、もう、すごく馴染みがいい。しかも人間の、歯茎とかでも馴染みがいい。特に骨とは完全にひっついちゃう。それぐらいね、親和性って言うんだけども、そういう馴染みがいいこと。親和性の高い材料。ですから、金属アレルギーが起こったっていうのは僕は聞いたことない。まだ。いつかあるかもしれない。けども、起こったっていうのは僕はまだ聞いたことがないんで、あんまり心配する必要ないかなと思います。でね、どっちかというとね、銀歯。僕も入ってるけど、はい、こういう銀歯に関しては、どっちかっていうと、リスクが高い。銀歯で、例えばね、銀歯の中には、通常ね、金、銀、パラジウムっていうのが入ってる。それの他に亜鉛だとか銅とか鈴とかいっぱい入ってます。アマルガムの場合はそれに水銀とかあったりするんだけども、そういったね、いろんな不純物いっぱい入れてある。で、そいつらがね、反応してしまうってことがあるから、そういった時にはね、パッチテストっていうことをしてもらうといいかなと思います。で、僕らはね、歯医者さんでパッチテストできんかって言われたらすることはしています。だけども、僕らがするよりも、皮膚科の先生のところに行って金属アレルギーのチェックしてもらう方が費用的に安いです。で、僕らがするとね、やっぱね、1検査いくらっていう形でね、しないといけなくなるから、大体1検査3000円ぐらいするなってことかな。だから18種類ありますんで、金属は僕たちの業界で、だからそれがね、保険でできますから、皮膚科の先生たちの方であれば。ですから、ぜひぜひ皮膚科で金属アレルギーのチェックをしてもらって、その結果を僕たちの方持ってきてもらえると助かります。そうするとね、この金属使える、この金属使えないっていうのが分かります。そうすると、その含まれてない金属さえ使えばいい。ただし保険の場合、金、銀、パラジウム合金であれば、例えば金に、ね、稀なんだけども、金にアレルギー出る人もいます。実際に会ってます。僕も見たことあります。で、それからパラジウムで出る人もいます。ここであれば、金とパラジウムであれば、銀合金使うっていう逃げ道あります。それから銀にアレルギーがあるってなった時には、ニッケルっていうちょっとね、もう使いたくない材料を逃げることもできます。ただ最近ね、キャドカム缶っていうのがここができているから、ここに関してはハイブリッドに逃げることが可能だから、そういう金属アレルギーに対しては多少なりともね、保険がここ真ん中だけど使えるようになったから、すごく楽になってきた。ただね、他の前歯とか奥歯とかは金属アレルギーの患者さんに関してはまだ自費になっちゃうんだけどね。だけどチタンに関してはそういうアレルギーが出たっていう話は僕はまだ聞いたことない。多分あるかと思います。世の中に稀にね、起こす方っていうのがいらっしゃいますので、すごく稀だけども金属アレルギーを起こす、インプラントのチタンに反応を起こしてしまうっていう人もいるかと思います。その時はね、もう残念だけども、インプラントは使えません。ですので、入れ歯で勘弁してください。ただし、入れ歯も、自然引き舌とか、スマイルデンチャーとか呼ばれてる、柔らかいやつ、ノンクラスブデンチャーって総称されてる入れ歯ですね。それを使うようにされておいてください。だから、金属アレルギーお持ちの方、一旦ね、心配であれば、皮膚科で、検査されるようにしてください。僕からの依頼でも、全然大丈夫です。ですから、僕のところに来た時に、どうしても心配だからっていうことであれば、ご紹介状を書いて、皮膚科のある病院さんに行っていただくことになります。ですから、そうした時にちゃんと検査していただけますから、ちゃんとした答えが出ますんでね、安心して受けられてください。それではまた。